皆さんこんにちは、毎日折り紙です。本日はね、親子で折る、初めての折り紙、第2回目、1回目はね、この可愛いひよこを折ったと思います。このね、可愛いひよこ、で、このひよこを今日はちょっとね、変えて、はい、こんな感じ、どんぐり、大きいどんぐりを折っていきたいと思います。はい、これもね、折り方は同じかな、ちょっと違うかな。はい、でも頑張って折ってみてください。はい、ではね、どんぐりなんで茶色とか、こんなね、茶色とか、まあこういう色、どんぐりみたいな色をまずね、この折り紙からね、探してくださいね。折り紙から自分がどんぐりだなと思う色を探して、折り紙をね、1枚用意してくださいね。はい、そしたらね、折っていきましょう。折り紙ね、まずね、ひよこと同じで裏返しにします。はい、そうしたらひよこの時は上と下を折ったと思うんですけども、どんぐりの場合は横、この横を折っていきます。真ん中、だいたいここかな、真ん中、だいたいでいいですよ、真ん中のところまで折ります。だいたいでいいです。はい、ここね、ひよこよりちょっとね、こっちに来てるよ、まあ、こっちも同じように折ります。よいしょ、はい、折れたかな。真ん中のところに右と左ね、両方を折る。はい、ね、大体でいいです。ちょっと曲がっちゃった、うん、OKOK、大丈夫。はい、じゃあこんな感じで折ってください。そしたらこの状態まで折れたかな。はい、この状態まで折ったら折り紙を裏返しにします。ちょっとどんぐりっぽい感じかな、今ね、こんな感じよ。はい、そしたら今度は上の部分、この上とこの上、ここね、ここを結ぶところで折り紙を折りますね。こことここを結ぶところで折るよ。ちょっとこうなってもいい、全然大丈夫、までで折ります。はい、よし、はい、こうね、折れたかな。ね、もうこれでどんぐりっぽいね、どんぐりっぽいけども、あとね、もう一回折るんだ、ここから。そしたら折ったらこの後ろ、今折ったところを開きます。はい、そしたらね、ここにね、ちょっとね、折った折り目が残ってるかな、見えるかな、ここね、ここ、そしたらここに向かって上の三角を折ります。で、この折り方はこの折り方ね、まっすぐ折ったら、こういう帽子。ちょっとね、斜めに折ったら、こういう帽子です。はい。なんでね、斜めにしてもかっこいいよね。ね、なんで、これをね、このまま斜めに折ってもいいし、まっすぐ折ってもいいし。これはね、自分がかっこいいなと思うところで折ってね。はい。折りました。わかるかな、ここまで。この折り目に対して折りました。そしたら今折ったところの下の折り目でもう折り曲げて元に戻したら、はい、じゃん。どんぐりの完成です。はい、どんぐり集めとかね、した人いると思うけど、こんな感じでね、折り紙で簡単にどんぐりが折れるんでね。はい、ぜひね、どんぐり折ってみて。ね、ちょっとひよこより難しかったかな。ね。まあ、でもね、ここまで折れれば完璧です。はい。じゃあね、本日の折り紙はこれで終わります。どんぐりを本日は折りました。明日は何を折るか楽しみにしてください。ではね、終わります。さようなら。